えー、広くさんこんばんこばは私は金融機関に勤めており保険や投資信託の知識はあるのですが、えー、妻はファイナンシャルプランナーと称したただの保険屋の意見を聞く耳持つのに私の意見を聞こうとしませんで数量の高い貯蓄性の保険に入ろうかと考えてみたいですどのようにして分からせればいいでしょうか余剰資金を積み立ての人数に振り返っているんですが家計が赤字になるのでやめるというほど知識がないですえっとまずあの数字で出してくださいは貯蓄性の保険というのに入った時に毎年毎年こういう金額を払い60歳の時に返ってくるのはこれですよと 金額を貯蓄した場合にじゃあこうですよとで比較をしてどっちの方が得ですか,得ですかっていうのを、えっと、私も知識がありますとかではなくて数字で比較するようにしてください。でそのファイナンシャルプランナーを超信用しているっていうのであればじゃあそのファイナンシャルプランナーの人にその数字を出してもらってください。要はかえっと あのどっかの紐付きのファイナンシャルプランナーだとその紐付いてる商品売ろうとするんですけど中立のファイナンシャルプランナーであれば掛け捨ての保険とその分貯蓄に回すのと貯蓄性保険の両方でシミュレーションの数字出してくださいって言えば両方のシミュレーション出してくれると思うんですよ。で仮にじゃあ貯蓄性の保険がいいというのであれば全然違う会社の貯蓄性の保険を進めてみてください。でその場合に明らかにこの会社は違うんですダメですよくないですって言ってきた場合あこいつ紐付いてるなーってわかるのでじゃあこの人が言ってることはそうかもしれないから別 別のファイナンシャルプランナーに相談してみようねっていうのでそのなんか保険の窓口みたいなあの紐付きがないところ、頭ひ紐付きないよね、あったらごめんねよく知らないんだけど、いや紐付きのないファイナンシャルプランナーの相談できる窓口の方に行って、そっちで相談してみたら全然違う会社の商品を勧めるみたいになって、あれどっちがいいんだろうみたいになると思うので、なのでそのファイナンシャルプランナーにいろいろぶつけて、そいつがやばそうだったら別のファイナンシャルプランナーをぶつけるみたいなことをやって、で複雑にして分からなくなって、最終的にどうしたらいいのってなった時に、じゃあ、あの要はこの貯�性じゃなくてこっちのファイナンシャルプランもからじゃあこっちでいい,んじゃないのみたいな形で落とし これを持っていくというのでいいんじゃないでしょうか